うん、お昼激熱、激熱案件あリップリップがないよでもなんかもともとのね口の裏がピンクなんですよ私だから何を塗ってもピンクになるんですよ赤を塗ってもピンクになるでもピンクはあんまり得意じゃない ないんでだけど思ってたんですけどもでもあの診断をしたらコーラルピンクはいいよっていい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 コーラルピンク <laughs> うん福内ウリワードと福ちめいしょぼしょ待って待ってめいしょぼしょぼする体調不良体調不良なの 大丈夫インフル、まあ、流行ってるよねまだ冬ってインフル流行いよね普通のあれかな疲れ疲労かなもう携帯を閉じるんだ電磁波はね目つらくなるからまたいつでも私はできるので自分の体調を優先してください大事にね、うん、こんにちははじめまして すごいなんかすごい宇宙みたいなアバター銀河こんにちはえみんなみんななんか調子悪いね胃の調子大丈夫胃か胃腸炎胃か大丈夫もう無理して見ないでいいよでも見てくれてありがとううわいっぱい 熊がここにいる <laughs> お昼寝してて起きた瞬おおいいね今日は何時に起きたかと言いますと6時 <laughs> 6時ぐらい6時前6時ぐらいかなに目が覚め 別に特に早起きするあれはなかったけどね目が覚めてしまいました <laughs> 今日も頑張ろうね今日も頑張れよ <laughs> 2周年に向けて頑張らないとねうんう睡眠時間全然なんなんんだよ。ある時はあるけんなんかね。 起きちゃうの、どれだけ遅く寝ても起きちゃうのおばあちゃん <laughs> ジージーバーバーはもう早く目覚めちゃうけど日中眠くなるよもういつもリハの行きの電車の中はで、帰る電車の中です <laughs> 電車が一番眠くなるのあの揺れ あの揺れかな揺れでなんかわかんないゆりかごのなんか赤ちゃんがになるさゆりかごの中にいるみたいな感覚になるのか夜はなんか全然携帯とかやっちゃってて目が多分バキバキなんですけども電車はそうなんですよもうね座れたらあの何お椅子が開いてたら。 そらしていただくんだけどしたらもうグッドナイングッドナうん、う絶対電車の中寝ませんっていう人もいるよね私はもう絶対に寝ちゃいますわ <laughs> かるああ温度もあるかもね確かに電車で眠くなるよねこんにちはこんにちは 寝れないいからしんどいあほらねそうだよねいらっしゃるいらっしゃるよねでも冬ってさちょっと暖房が効いてるから暑すぎるといけないお尻がさ暑っってなるそうだよねちょっとね寝ちゃうの危ないよね分かってるんです私もね自分で「あっ何危ない」まあ日本はねなんだろう、まあ、平和な世界でありたい平和な世界でいたいと。 平和な世界でいてくれっていう願いはあるんですけれどもやっぱり何があるかわからないですから人生だからこうちゃんとねちゃんと意識を持ってしっかりとプロ意識を持って電車の中に <laughs> 何のプロ意識 <laughs> 思ってこう電車乗らなきゃと思ってるんだけどどうしてもよしちょっと座ろう座らせていただこう絶対に狙い狙い狙い フフ <laughs> ってなるんですよえっ待って待って目開けたら待って目開けたら待って愛してるクマがいる <laughs> 今今電車の中でこうやって寝て目開けたら目の前にクマがいた、ね、ありがとうもうお昼からありがとう待って誰誰愛してるって「埋まる!あ」あ <laughs> あんかここなんかの呼び方 <laughs> なんか 慣れないまだ埋まるさん、埋まるありがとうなれないけど埋まる嬉しいねありがとうお昼から寂しいよ会いたいようん。いつかはたまにはお顔見れるのかな埋まるいつもありがとうこれからもよろしくねこれからも一緒にいようね ありがとう、愛してるクマ。愛してる。嬉しい。かわいい、愛してるクマ。ありがとうね、お昼からわざわざ。みんなもありがとう、いっぱい送ってくれて。嬉しい限りです。スクロールで。らありがとう、クマ。クマの。嬉しい。 元気になるよかった私は何もできてないんですけれども少しでもそう思っていただけているならすごくありがたいですいやあのそうだよね終点までの乗り越しちゃうとかあるよね乗り越しちゃう乗り過ごすとかあるよねあゆみは絶対に降りたい駅で起きれるっていうね能力を持ってて私のまあかでいう個性個性乗り過ごさないなので こうやって言って余裕をこう持ってると何余裕だぜって調子に乗ってるとこう乗り過ごすかもしれませんけれどもいつも絶対に起きるんですね降りたい駅では <laughs> って, <laughs> って起きるんですなので小沢あゆみ個性乗り過ごさない <laughs> です <laughs> 疲労図鑑みたいな <laughs> おざわあゆみってい,や,だな強いやっぱザワが強いんでねあゆみのヒーロー名何かなうーん何かありますかヒーロー名とかそういうの考えるの、ね、いいよねねえ役に立たなくてって何星になってるけど何なんとかほどうーんんとかほどうーんうわー星マスターのあみでもちょっとさすがにこれはちょっと難しいかもしれない戦いほど違うなバトル違ううん うわーギブ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 そうだ日常では強いですよ日常では強いですそうだけどまあ戦いとなるとまあでもこ電車通勤のヒーローだったとするじゃん電車通勤のヒーローだったとしたら絶対時間内時間通りに到着できる現場に事件が起きた現場に。 弱っ, <laughs> 弱っ <laughs> もう一飛ととびで飛んでけよう <laughs> うん、なんだろうね乗り過ごさないっていう多分個性乗り過ごさないっていうことはそこから取ってこなきゃいけないじゃん名前をだからトレインうん乗り過ごさないってなんだろうの ノースルー、ノットスルー、あ、駅、あ、ノットスルーステーションって乗り過ごさないって言いますか。ノットスルーステーション。うん。ねえ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 。普通に真面目な人 <laughs> そうです。ヘアスタイルいいですか。本当ですか。ありがとうございます。何もしてないけど。何もしてないけど。 は <laughs> いなみ、ね、ステーションさんみたい確かに確かにトゥッゥトゥッゥトゥッゥトゥゥゥ絶対噛むよねあっななな、のな、な、なとステスするステーション友達とプリキュア鑑賞ええー、おうちでってこと ええ、お家で見ようねってこと仲よ仲よしかもプリキュアはさ好きって言ってくれるさ同年代のさ同じに仲のいいお友達とこう好きなことを語り合える友達がいるってすごく幸せなことじゃないね好きなことを語り合えるさ方が近くにいるって。 すごく幸せだっけと思う。ねだからさあの私この講師なんですっても,もしねアイドルだったら私はこの講師なんですって「ああ僕もです」って「ええー、本当ですかいやこの子のここがいいですよねこのパフォーマンスのこれは歌もいいしダンスもあとこのこういう時にこうするっていいですよね分かる分かる分かるこれからも一緒に共に応援していきましょうねはい っていうのすごく幸せなんでない愛 <laughs> がファ,ンファンだったらすごく嬉しい <laughs> しかもファン目線でも嬉しい私がこう普通にもうまだ何普通の人で、まあ、今も普通の人なんだけどあのアイドルただのアイドルファンだった時代はそのそんな語り合える人そんないなかったからかいいなと思います しかも今アイドルになった今のアイドルアイドルになった目線でもそういうそうさ応援してくださる方同士がなんか仲良し恋しだとすっごく幸せな気持ちになるでなんか一緒にこれ見に行ったよとか推し活したよとかを見たり普通に遊んでたりとかするとすごく嬉しいね幸せな気持ちになります、うん。 早口やめたいなんかすごいやっぱ早口だって思っただからゆっくり喋ろうと思います今日今回の配信は昼1時までこのあと昼1時までお送りいたしますアイドルハマったきっかけは 一番初めは AKB48 さんで物心でも物心ついたまあよくなんか聞こえれたかもしれないけど物心ついた時にはもうアイドルというものがすごい大好きでちっちゃい頃から。で AKB さんの音楽出てる音楽番組さんとか全部録画して。 全部スロー再生してテレビと同じ方向を向いてだからテレビに背を向ける感じにしてスロー再生しながら振りを覚えて踊ってでめっちゃやってましたねえ kb さん普通にすごく憧れてましたねな,んかなかなか何あのなんか学校でうまくいかないなみたいなあ。 ってナイーブだったた時があっっんですけどはーっていう時にもうめちゃめちゃあの本当に画面越しなのにめっちゃ輝いて見えて画面越しなのにこんなにパワーをもらえるって何かじゃあちょっと明日はもうちっぽけなことだけどこれを1個できるようにな,ろうなってみようかなみたいなのを画面越しで思えるってこんなに。 こんなにすごい人っているんだって思ってで、そこから今まではただ好きだったけどでもまあずっとまあ好きイコールなりたいってなってたけど私の場合は結構でもそこで本格的に自分もなんか画面越しでもこんなにもらえ何パワーもらえるんだったら私も届けたい届けられる人になりたいなってすごく思って。 今に至ります。うん <laughs>。だからえそうなんで本当に好きを仕事にさせていただけてるってどんなに幸せなことか。うん。頑張ります。<laughs> <laughs> うん。頑張ってね。う <laughs> ん。えいいですね。 いいですねチュッ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 ,チュッ,チュッ <laughs> 素敵 <laughs> 頑張ってくださいえ嬉しいニアジオはきっかけなのえー？そんな嬉しいことあるニアジオがきっかけなの嬉しいよ嬉しい結構メンバーともアイドルを今まで好きになったことないっていうっていう方にも好きになってもらえたらいいねって,言って てたんでそりゃあもう。本。棒です。<laughs> <って>る <laughs> アイドルなってくれてありがとう <laughs>。優しい <laughs>。こちらこそすぎるアイドルにさせてくださって <laughs>。本当にありがとう。本望でした。もう。いつも。悩んで二択外す。本望。 面ソードアウトなの分かってるけどいつも確認しちゃうえ嬉しい <laughs> 嬉しい嬉しいじゃあオンライン来てくださいよオンラインとかさあとはお渡し会とかささ <laughs> 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 あのカラオケこないだ行ったのね この間いうか昨日行ったんですけどあのーダム「ダムとジュエさんどっどちらにしますか?」って言って「あのー、あどちらでも大丈夫あーじゃあダムにしよっか」って「じゃダムでダムさんで」って言ったら「あじゃあこうすごいねひふ何す、あのー、いてたんですよでこれすい,吸いててだから「あじゃあダムの最新機種ご用意いたします」と言って言われて「最新機種?で」ってママと「え最新機種?」 で部屋入ったら2人だけなのにめっちゃ広くてめっちゃ広くてないつも広い広い部屋にあんま当たったことがないですよ。んのめっちゃ広くてソファーもいつものソファーじゃなくってなんかおじいちゃんちにあるようなふわふなんかお,おじいちゃんちになるようなっていうかあいみのおじいちゃん家にあるようなだけどあいみのおじいちゃん家に。 パパの方のおじいちゃん家に昔あったようなこうピッとしたあのソファーじゃなくってなんかちょっと皮なんだけど皮のソファー黒い皮のソファーなんだけどなんかちょっとシワがいいシワが多くってなんかちょっと柔らかいクシュな,ーなんかちょっとつわんないけどそのソファーがもう全部囲まれててしかもステージもあってステージもあって。 スタンドマイクもあったんですよ。でモニターがめっちゃ上でこことこことここと,こことかにあってでもそれちょっと首つかれちゃったんだけどこうやってこうやって歌わなきゃだからなんかすごいねママと2人でさそうめっちゃパーティーでなんかそんなステージあったらさあのー、ねえやりたくなるじゃん。からステージにステテーージジにで ってやってました <laughs> あい<ー>みステージにあるパー何ところを初めて招待されたあ招待 <laughs> 招待された <laughs> でもその日はあのもう何趣味で行くっていうよりかは練習する日だったから なんかそんななんか、ね、ステージ使わなかったけどでも最後はあいみーが「セーラームーンの乙女のポリシー」ってあるじゃないですかでそれを歌ったんですよでその後に「ああじゃああれも歌おうよ」ってなってもと2人で「ムーンライト伝説」をドゥッとしたんですよ。いやごめんねすなおっちゃなくてって,て <laughs> ステージで1人でやってました <laughs>。 ねめっちゃ広かったなしかもねダムのなんかやっぱタッチパネルもなんかちょっと違うんだよねなんかゴールデンな感じなんだよなんかいつもはビビットピンクの感じだったりするじゃんだけど黒と金のちょっと豪華なタッチパネルのデザインでしたビックラぽンやビックラぽンやこん,ばんにちは <laughs> こばにちはってなって こんにちは結構私乙女のポリシー歌うんですよカラオケ行ったら大好きなんか幸せな気持ちになるあの歌を歌うとフゃんフゃんフゃんフフ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 まフフ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  うんねみんなね、お箱がさ、あるの羨ましい。なんか、これ絶対お箱ですみたいなの、なんかね、なくなっちゃってなんかわかうん、なんかわかんないんだよね。絶対前、なんかなんだろう。何だろう。私のお箱をんだろう。見つけたいけど。見つけたいけど。プリキュアいいね。初代ってことは、じゃあ、二人はプリキュアですかうん。<laughs> いいね。私もね、プリキュア、 ファイブですねファイブ歌いますねフォルスロッドブ歌いますねフォーチュートさん大好きだよフォーチュートさんもね歌うよでも結構ね一時間で帰っちゃうことが多いからなんだろう長時間いて喉が疲れもうやばい疲れたっていうぐらいまで歌うとよりかは一時間 でいい具合で切り上げるっていうのを多めにしちゃうタイプだから長いと結構歌わないでちょっと一息ついちゃう時間が多,い多くてなんかねくつろいちゃうからそうでもあっという間じゃないなんかカラオケって時間つぶしの天才だと思うなんかカラオケボックス行ったらあっという間なのけど1時間。 声優さんもねやってみたいです難しいけどちょっと声声ってやっぱさ生まれ持ったものだからさねえこうねどうしようもならないどうにもならない部分もあるけどすごく大好きです。にちはこんにちんん <laughs> いつもえ履歴とかねたまに見ちゃう。でニヤジョイ歌ってくださるからまあいないよねーって思いながらスクロールしちゃう。だからそうやって履歴でスクロールしてニヤジョイがあるっていうぐらいビッグになりたいね。<laughs> 大寿司ありがとう私も大寿司お寿司食べたい毎日お寿司食べたいよ。 フフフフお寿司ねぜ絶対浜寿司さん派だったんだっけ派なんですけどこないだスシローさんに行く機会があってそろえめっちゃ美味しかったなんか場所によってやっぱさ鮮度とか変わるじゃん地域によって。で都内のスシローさんだったのにめっちゃやっぱなに都内ってやっぱさ 何私のイメージさこうやっぱ海の近くの方が新鮮なのかなみたいな勝手なイメージがあって、まあ、違うかもだけどで今はんか大トロ120円でサーモンも120円みたいな大入りサーモンっていう本当に太っ腹なあれをやってくださってて本当においしかったのだからねもう一回スシローさん行きたい スシローさん行きたいお寿司が食べたいよだけど節分もうすぐやってくる節分節分3日ですよね節分ってみんなはえほうまき食べますか先週スシロー行ったえおそろっちじゃんおそろっちじゃんえ海回転司ってなんであんなに楽しいの なんであんなに回転寿司って楽しいんですか楽しくない楽しいよねえマックポケモン来るのええどこ情報ハッピーセットハッピーセット 海の近くの方が美味しいみたいな検証してるユーチューバーさん言ってえ本当にどうだったんだろうどうだったんだろう <laughs> ツインテールの日 <laughs> ツインテールの日っていつももちゃんの日かあゆみはいつもお寿司あ おお寿司屋さん行ったらら味噌汁から始めるやっぱベジファーストスープバースファースト好きなのでお味噌汁飲んでからあと私はガリを大量に食べちゃうんですよだから浜寿司さんはあ小分けのガリもあるんだけどちゃんとこう自分でこう取れるやつがあってやっぱ小分けだと私全然足りないんですよ何個も何個も開けちゃわないとあれだからだからこれでガッガッと取れるのがもうね舌荒れちゃうんでしょうっていうぐらいガリめっちゃ食べちゃうの本当に。 ちょっと迷惑がかからないぐらいのね量にはしてんだけど、うん、ええー、シルエットかポケモンなんだってえええええー、えー、ちょっと <laughs> 悲しそうな顔しちゃった <laughs> えー、絶対に行きたいんだけどいやあのあゆみが気になってるレモンっていうのを食べに行きながらあのー、ハッピーセット 牛丼屋さんで紅ショが盛るタイプえっ、ー、だって牛丼屋さんさ何年も行ってないえっ待って牛丼屋さん本当に行ってない記憶のか限りえっ行った記憶がない幼少期から。 え行ったた記記憶憶がないテイクアウトした記憶もない牛丼牛丼を食べた記憶がない <laughs> え牛丼え確かにそう思ったら牛丼牛丼お店の牛丼、まあ、家でもそうだけど幼少期に2回ぐらいってぐらいしかない気がする。 <laughs> えっかもちっちゃい頃に食べ一回食べて行ったことないわ <laughs> テイクアウトもししてないわ食べてないわ牛丼食べてないわなんとか丼っていうの食べてない ドン <laughs> 食べないんだよドンドン食べないドンどん食べなきゃだねチーズ牛丼おいしいそうだよ絶対おいしいよねえそう食べてみたいのそのさ高田明太マヨってあるじゃないですかあれずっと食べてみたい本当に食べてみたいあ海鮮丼食べてる海鮮丼私海鮮丼食べたよハイウェイウォーカーさんで海鮮丼も食べてるわ パイセン食べてますジョイドン <laughs> ねえちょっとみっちゃんに朝牛丼連れてってもらわないとみんな結構さジョイ朝にさ行ってんだよねすごいよね朝活しないんですよ私朝起きても朝活しにじゃあご飯食べに行こうってならないんですよねほんとに朝すごいよね どんどんまんないちゃうよ「てんてんどんどんてんどんどん朝ラーメンいっぱい食べてるよねララーメン日記」みたいなねなんか私もっと世界を知りたい <laughs> 朝からそんながっに食べられないあのね朝ね別に何でも食べれるんですよ朝 何でも食べれる体体ににははななったんでですけど体質にはでもなんかこう朝活しに行こうって外に出ないかもわーなんか朝活ふらっとできる大人になりたいですねおしゃカフェ行きたいおしゃカフェ私も世界を知りたいようで <laughs> 一緒にじゃあさあ知っていこう おしゃカフェ行きたいな L チキで十分だって L チキだけ ?L チキだけなのチャリで朝飯を食べにああ確かに私自転車任してくださいだからね米田コーヒーさんとか行きたいなママとよく行ってたな米田コーヒーさんおしゃカフェ 初見です。ありがとうございます。ニアリージョイコール J というアイドルグループの小沢あゆみと言います。よろしくお願いします。嬉しい。もう終わっちゃうんだけどね。ギリギリ出会えてよかった。えコメダのさ、あのトースト、朝トーストみたいな食べてみたいんだけど。なんかさ、あれの裏技っていうか、なんかおすすめだよーみたいなやつで。 あん,あんこがついてるやつをやってあとソフトクリームなんかフロートを頼むんだってそしたらそのあんことそのソフトクリームと一緒に食べるみたいなそういうなんか裏技っていうかツーな食べ方があるらしいですええ待ってはーい私築地行きたいんですよそうそうそう朝築地,築地にさそうなの 築地さんってさ朝が早くて閉まるのがもう14時とかそんぐらいらしいんですよ15時とかだから朝にあの築地に行って食べたいの私が食べたいってもうインスタでもインスタでも TikTok でも見て目星をつけてるのはあのこ,こんぐらいの厚焼き卵一個一個,一個焼いてくださるでもあれ一生焼いてんのすごくない 一生焼いてるんだよ何十年もあの厚焼き卵のやつとあともうマグロがぎっしり詰まったあの薪えっちょっとさあの各各メンバーのファンの皆さん各メンバーの分かんない今見てくれてるか分かんないけど各ニアジョイメンバーの,あのファンの皆様 あの誰か私といつか築地に朝から築地に行ってくれるもういつかとは言わずもう築地に行ってくださる方を募集あはいだってちょっと伝えてゆうかぴょんに <laughs> もうだみんなメンバーに「愛ちゃんが築地に行きたかったんだ」って「朝活好きな人え」掲示板「朝活が好きな人」「朝起きられるよ」っていう人「海鮮」とか「 好きな人私と私と付き合ってくれるよっていう人あのいらっしゃいましたらこちらの条件ね当てはまるよって方いらっしゃいましたらこうぜひね月地行きたいなっていうのねこう募集しておりましたので <laughs> 自分で伝えろって話ですよね。朝 <laughs> 朝起きてくれる人誰 <laughs> 結構などううだろう朝 朝なコ好乃ん確かに朝早いなコナタんはやっぱお勉強忙しいですからイはイは早起きかなまあ早起きの時は早起きかもね本当にみんないや私は起きれますよなんならって今日も6時に起きてますからね 任してくださいませえジュリーは朝あの起きもう起きれるけどこの間はあの2人とも朝は起きれないタイプなのでゆっくりの時間でもいいでしょうかっても,もちゃんから来ました桃ちゃんは寝ちゃダメです桃ちゃんは桃 <laughs> ちゃんは眠ねむにゃんこなのでこう眠ねむさせてあげてくださいあっ <laughs> レノンはオールですはいおかんにやしゃいメンバーなのオール オールオールってすごいな私オールはできないかもな待ってもう2時間あ二2時間じゃないそんなやってない30分経ったのでランキングをね読ませていただきたいと思います、うん、メンバーと朝活あんましないからめ朝活したいかも位じゃあ3位じちゃんギンギンありがとう 十二トゥルルちゃん、デルファイ、ありがとう。1トゥルルちゃん、タック総裁、ありがとう。十0トゥルルちゃん、FJ、ありがとう。9トゥルルちゃん、岡田、ありがとう。8トゥルルちゃん、シドさん、ありがとう。7トゥルルちゃん、アモちゃん、ありがとう。6トゥルルちゃん、ソーキ、ありがとう。 ドルルちゃんピンクのみほちゃんありがとう。4位、ドゥルルちゃん翔太ありがとう。3位、ドゥルルちゃんラありがとう。二位、ゥル,ルルちゃんきよしありがとう。そして俳優ル第1位はドゥル,ルルちゃん。うまるありがとう。うまるちゃんってあるよね、なんかアニメで。うまるちゃんありがとう。 まもありがとう皆さんもお昼から見てくださったえ,え待ってえ一1月最後なんだけど1月1月最後だ1月ありがとうございました1月もうあっという間に1か月経っちゃったんですね年明けから。 1>, 1月ありがとうございました1月も駆け抜けましたね皆さんとあのツアーもファイナルを迎えて無事に完走できたりついに年間のデビューをさせていただいてオリコンも1位を取らしビルボードだったり1位をね初めての初登場で取らいてだけてたくさんのキャンペーンもしていただけてそして ここから2周年だっていうねこう心意気で本当に最高で最高の幸せの <laughs> 1月でしたねありがとうございました1月、まあ、2月はねこう常に最近あ常に最高を更新していこうっていうスタンスですので2月も1月は本当に幸せでした2月はもっと幸せになろうねみんな一緒にでは 2月もよろしくお願いします。今月もありがとうございました。<laughs> 2月もよろしくね。ありがとうございました。お昼も午後も頑張ってね。ファイティンありがとうございました。おや,おやすみじゃないやえっとう。かものね。<laughs> バイバーイ